助けてください。助けてください。わかりました。お願いします。乗っている瓦礫をどかしますから、待ってください。お願いします。助けてください。よいしょ。ありがとう。ありがとう。気がついたら真っ暗で、叫んでも誰も来てくれなかったの。足、大丈夫？包帯？ありがとう。ここにいたら危ないわね。さあ、行きましょう。Thank you.
こんなところに女がいるぞ。え？こりゃいいや。ほう、確かに結構いいんじゃないの？自信のどさくさに紛れて入り込み、好き勝手して暴れてたが、ここで女を捕まえられるとはラッキーだぜ。彼女に手を出したらただじゃ済まないわよ。キリッとしたところがたまらないな。とにかく二人とも縛り上げようぜ。わかってるよ。あなたたち話しなさいよ。あ、暴れるなよ。すぐに良くなるからよ。しっかり縛り上げろ。痛い、痛いじゃない、話してよ。手間をかけさせやがって。でも少しくらい抵抗してもらえないとこっちも盛り上がらないんじゃない？お金なら払うから許してください。金？金ね。残念だが今の俺たちにはそんなの通用しないのよ。どうせ俺たちは地震が起きなくても人生終わっても同然だったんだ。今さら何かして捕まろうが殺されようがどうでもいいことさ。そうだそうだ、どうせ何をやっても報われないんだ。やりたいことをやるだけだ。こいつら狂ってるわ。そうさ、狂ってるさ。おい、お楽しみは後だ。俺はまだ飲み足りねえぞ。そうだな、後でたっぷり可愛がってやるぞ。
どうなるかと思ったわ。私は富田、富田かなえ。あなたは？よろしくね。高速道路まで倒れちゃって、大きな地震だったみたいね。私、フェリー乗り場に向かうためにこの駅で降りたところで地震に遭ったのよ。君はなぜ誰もいない地下鉄の駅にいたの？駅のコインロッカーに用事があったのよ。そうなんだ。こんな時にロッカーに用事ね。だけど、もしあなたが来てくれなかったら、私今も地下鉄の駅の中で動けないままだった。本当にありがとう。ところで、君は今からどこへ行くつもり？家は近くなの？私は自分が別の土地の人間であること、たまたま今日ここにやってきたばかりであることを彼女に伝えた。そうなんだ。この辺りの人じゃないんだ。それでどこへ行こうとしているの？私もフェリー乗り場に行こうと思っているの。そうなんだ。一緒だね。じゃあ行きましょうか。いた。大丈夫よ。さあ行きましょう。